生乾き。さくらちゃん、あのさ、あのね、俺本当に納得できなかったの。あの、いや、ごめん、本当になんかその怒ってるとかじゃないの、納得できないの。あの、まあ、今日もともとさくらちゃん家に来て遊ぶ予定でした。で、さくらちゃんがなんかサラダうどん作ったから一緒に食べようって、お昼までに間に合ったらサラダうどん一緒に食べれるから、サラダうどん食べてその後ダラダラしようって、あ、でもごめんって生乾きだからちょっと臭いかもってかなんかあってな、生乾きって思って、なんかその洗濯物とかがいっぱい部屋にあって臭い的なことかなとか いろいろ思って、まあ、とりあえず到達し家に着いて、でなんか特に生乾きっぽい匂いもしないし、洗濯物も置いてないし、さくらちゃんの服も清潔だし、一体何が生乾きだったんだろうって思って、サラダうどん食べながら、あ、このサラダうどんね、美味しくてさ、って香川から取り寄せたやつで、って麺が半生タイプなの、半生のことを生乾きという人間はいません。生麺、乾麺、半生は生乾きではありません。別にそのうどんにおいて、あの作ってる人も生乾かしてるとは思ってないし、そんなつもりで作っていません。半生麺というのは生麺の風味を残しつつ賞味期限を延ばすための手法であって、その生乾きって本来ネガティブな言葉なのです。半生はポジティブなのです。ですからその半生の麺のことを生乾きと言ったことによって、今少なくともね、このたかが2社間とはいえ、俺の中で香川県の株が下がってるの。香川県はうどんを生乾きにする場所だって思っちゃってるの。もちろんそんなことないよ、あの半生の麺は美味しいものだっていう知識を俺は持ってる。でも生乾きという言葉に引っ張られて、俺の中での香川県の株は下がってる。どうする、今から一緒に香川にふるさと納税しよう。